Ready to eat 始まるよ。みなさん、こんにちは。ナナです。お元気ですか？ご訪問ありがとうございます。最後まで見ていってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。スモーキーは朝のご飯を食べて、朝のビジネスをして、朝の散歩をして、このようにゆっくりしています。キューちゃんが朝食を作ってくれました。ベーコンと半熟目玉焼きと白ご飯です。ごちそうさまでした。主婦キューちゃんのゴミ捨て哲学。ゴミ箱の中にポテトチップチップスの殻になった袋が大きな口を開けています。その中に生ゴミを入れるのがキューちゃんの主婦のゴミ出し哲学です。もやし炒めの作り置き。もやしは炒みやすいので、半分火を通してもやし炒めの作り置きをしておきます。ランチに梅おかかおにぎりを作る。本だしご飯、梅干し、醤油かつお節、炙り海苔を準備する。梅おかかおにぎりをいただきます。停電になった。パソコンが使えないので停電時間つぶしリストを書き出した。停電時間つぶしリスト1、ゴン行2、裁縫3、瞑想4、トイレの便器を洗う5、皿を洗う6、トイレの床をほうきで履く。7、8、9、10、11は私の寝室、キューちゃんの寝室、台所、リビング、パティオの床掃除です。そして12は夕飯の準備。リストをまとめてみると、やはり無意識の中に自分を責めて自分ができていない家事をリストに上げている。夕飯はオムレツタコス。キューちゃんがオムレツタコスを作ってくれました。ごちそうさまでした。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。また遊びに来てくださいね。それまで、See you later!